ですね、この歌舞伎の衣装ですね。これは。These are the costume you wear during the show. この長い毛をかぶってこう、手を勢いよく振るっていうようなことが、そういう踊りの腰あの紛争なんですけど。You use this long hair during the dance. You actually swing it around the long hair. ヤクっていう動物の毛なんですね。それは中国の。It's based on an animal called Yak.力強すぎると破けちゃうんで。Don't do it too strongly. Big guy. これが、そう、これが同じあれなんですけど、まあ。Yeah, I'll try to run underneath. ちなみに客席数は1900席近くございます。どんなことをやっぱり一番歌舞伎のいいところを伝えたいというふうに思ってらっしゃいますか？全てアナログって言いますかね。歌舞伎はそのそれこそ声であったり音であったり演じることであったり全部生 で道具も全部生で、やってるっていうそのアナログ的なところが歌舞伎の特徴ではないかなっていう気がするので、それをまあお伝えできればなっていう感じがしますね。